なんでこんなもんあげようと思ったんですか？いや、喜ぶかなと思って。こういうものはもう少し親しくなってからあげるもんなんじゃないですか？そっか、そうですよね。これもらってくれませんか？え？私？なんで私？だって僕持っててもしょうがないでしょ。いやだから聞いてなかったかな、私の話。言ったでしょ、これ親しくもないのにもらえませんって。はあ、なんでみんなもらってくんないんですかね。じゃあこれもらってくれます？これ全部？もらえませんよそんなもん。だからそれと同じことでしょ、こんなものもらえませんよ。そうか、そうですよね。俺も500円ぐらいならもらえそうだけど、これはちょっとだもんな。君が絆さんにあげたのは数字よ、6万8000円っていう数字。それが絆さんには負担だったんじゃないのかな。数字ですか？これぐらいの値段のものをあげとけば大丈夫とか、そんなふうに思ったんでしょ。そうか。まあみんなそうなんだけどね。中身なんか何だっていいのよね、数字だけ。今日はタクシー乗らなかったから660円得したとか、エレベーターが止まって5分損したとか、昔は偏差値75あったとか、もうそんなことばっかり言ってるじゃん。体重が3キロ減ってものすごく嬉しいとか、新作のバッグ19万で買っちゃった、でそれ買うのに2時間も並んじゃったって。それが何だっつうの、もう損したとか得したとか数字ばっかり。あのね、この世の中は何やったって数字でしか判断してもらえないの。それなのにさ、なんで君までさ自分の行為をその数字みたいなもんで示そうとするわけ。それも6万8000円なんていう半端な数字でさ。ババちゃんだってね、3億円の女って言われてるけど、ババちゃんの人生はそれだけじゃないわよ、冗談じゃないわよ。人のことを数字だけで呼ぶなって、私は言いたい。何よ、もう何だっつうのよ。え、今いくら持ってるとかさ、貯金がこれだけ貯まったとかさ、もうそんなんでエヴァンじゃないって。どうかしました？お腹が痛い？数字にずっとこだわってたのって私かも。もっともっと100円玉貯めたいって、欲しいものなんか別にないのに数だけ欲しいってずっと思ってたの私だわ。ああ、そういうことか。中身じゃなかったんだわ、欲しかったの数字だったんだ。もうそうです、女の子にはもっと高いものをあげないとバカにされるとか、そのためにはもっと時給の高いバイトを見つけないとやばいとか、正直そんなことしか考えてなかったような気がする。